ムハンマド・タキー・ムハンマド・アル・タキーは、シーア派、十二イマーム派の、第九代イマーム。名は、ムハンマド・イブン・アリー・ブン・ムーサー。ジャワードの名もある。ムハンマド・タキーは811年、マディーナに生まれた。父は八代イマーム・アリー・リダー。母は、ヌビア人の奴隷、ハイズ・ラーン。父が没した時、ムハンマド・タキーはわずか8歳で、イマーム職の継承を不安視する者も,もあった。しかし、 アッパース長カリフ、マームーンの庇護によって地位を保った。マームーンの援助は若いイマームにとって貴重なものであり、マームーンに従ってムハンマド・タキーはバグダードに住んだ。さらにマームーンの娘、ウンガル・ファドルと結婚している。12イマーム・ハシー・ア派の見解では、ショイマームはあらゆるイスラーム法学的諸事項について判断を下すことができ。 かつその判断は常に法的に正しいものとされる。その源泉となるイマームの持つ知識があるイマームからあるイマームへの継承される際、どの時、どのような方法によって継承されるのかについては、若干の意見の相違が見られる。ムハンマド・タキーは幼少にしてイマームに勝ったが、先代イマームの死去の瞬間に知識が移動したとして、奇跡的あり方が強調される。 これについてシーア派の著作では、イエスが幼少にしてその使命を与えられたとのクルアンの記述に言及し、幼少時においても脅威的知識を保持し得るという主張を支持している。ムハンマド・タキーはバグダードに住む間、その若さに比しての脅威的な量のイスラーム的知識で有名となった。これについては、バグダード在の著名なウラマーとの公開討論で、 その知識を証明したことなどが挙げられる。イマーム・ムハンマド・タキーがこう言った。アッラーを信頼する者は喜びを見る。彼を確信する者は、指示を満足させるだろう。誰かに結婚を勧められ、相手の信仰と誠実さを確信したなら、その相手と結婚しなさい8年間のバグダード生活の後、ムハンマド・タキーとその妻は、マディーナへと戻った。当では、 ムハンマド・タキーと妻の関係は緊張し、さらに833年のマームーンの死去で、ムハンマド・タキーの運命は安定した。義父、マームーンを襲って、カリフ職に就いたのは、マームーンの義理の弟ムータスイムであった。ムハンマド・タキーは、その被護者を失い、さらにムータスイムのムハンマド・タキーへの悪感情も、手伝って、アッパース朝との関係は悪化した。 835年、ムルタスイムは、ムハンマド・タキーのバグダードへの召喚を命じた。これは、バグダードの豪奢な宮廷生活で、ムハンマド・タキーが身を持ち崩すことを、ムルタスイムが望んだためである。ムハンマド・タキーは、マディーナに、息子、アリー・ハーディーとその母を残して、バグダードへと赴いた。バグダードにさらに1年間滞在することとなったが、ムハンマド・タキーは、 ムータスイムが期待したような影響は受けず、むしろ著名な学者として、また論者として人気を博すことになる。ムハンマド・タキーは835年11月27日に救世した。当時、シーア派の多くの者はこれを、ムータスイムに強さされた妻、ウンムアルファドルによるものであると考えた。意外は、バグダードの暗い種族の墓地に、祖父、ムーサー・カーズイムに並んで葬られた。 当地は、現在の聖地カーズイマインである。ムハンマドイブン・ヤーグーブ・クレーニー、アル、コーヒー、ボリュームアイ、P225、ナンバーアイ、マクトボットアズ、サジューク、テラン1961、クルアーン食卓商第110節ビハールアルアン78巻、79ページ、アルカー5巻、347ページ、マンラーヤフドルアルファギーフ3巻、 393ページ。アルイコールタフシーブ7巻。394ページ。シック、ムハンマドイブンニューアイムアンアル。ムーフィード、キターブアルイルシャード。P308、アル、ヘイガリプレス。ナジャフ1963。ありがとうございます。